これ以上あのクソ下手オンチ女のせいで花粉を撒き散らされちゃたまらない。仕方なく私たちはオンチ女を案内していた。しかしあのブラコンやけにおとなしいな。ハーメルンと手をつないでご機嫌なオンチ女の後ろを歩くグレーテルが普段よりも妙に静かで気にかかる。いつもなら兄様兄様と一人でぶつくさ言っているはずなのに。はあ、そのグレーテルが小さな声を上げた。兄様に花が咲きました。カゴの中の兄様からは全く似合わないファンシーな花が咲いていた。何やらうめき声も聞こえますね。そんなことどうでもいい。兄様、お兄様。でも意外と似合ってんじゃない、その花。似合って、はあ、兄様可愛いです。うめき声はこれでしたか。なんとも美しくない。